はい、ベーコンピザです。美味しそう。すごい輝いてる、ね、輝いてる、ピカピカしています。ピカピカ、ピカピカ、キラキラ、キラキラしてるよね、はい、うん、してますね。ちょっとじゃあいただきていきたいと思います。はい、ちょっと張り切りすぎて声大きくならないように。うん、うまい。チーズのいただきます、うん、あのチーズがすごいとろけててふわふわで、でも程よく焦げてて、そこがまた美味しいです。うん、すごい美味しい。はい、超見てる。超食べづらい。はい、はい、あの見てないので、はい、好きなように食べてください。はい、ありがとうございます。はい、はい、ではね、こちらね、早速フライドハンバーグということで、私の思い出の味なのですが、まずはね、このまま俺まず食べるんだけどさ、ただごめんなさいね、食べるものがないですよ。失礼しました。手でもいい。いや、俺は先にね、もらっておけばいいんですけども。いらっしゃいませ。まずはナイフとフォーク、あってか、はい、でこちらをね、まずはこのままいただくんですね。私の食べ方ね、切りますよ。見てほら、サクサク聞こえた。そう、このね、中がハンバーグになってます。で、これこのまま食べるとすごいハンバーグの本来のね、味を楽しめます。香りがやっぱ止まらない。はい、いきます。喋って。すごい隣で熱が、すごいもね、でも切るときにあのサク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 音が聞こえて、本当に衣がサクサクなんだってすごい語彙力ないけど思いました。うん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 、どうでしょうか。あのね、はい、まだ熱が。本来のこのハンバーグ揚げてるからね、うんうん、熱いんですけど、もうハンバーグのそのもともとの味というか、うん、それをね、しっかりとこう衣が包んでくれてるからすごい感じられる。で、俺にとってはすごい懐かしい味です、うん、食べる？あとで一口だから。あとじゃなくて、ほら今食べていい？今食べないとタルタルがかかるから。切るのは口ついたんですね。俺が知ればいいかな。お願いします。雑か。ありがとうございます。いただきます。別に熱くないからね。はい、うん、あれ熱くない？熱い。熱いよね。よかった、ね、よかった、ね、よかった、ね。なんだろう、私は初めて食べるから、その食感もね、うん、あのハンバーグを衣が包んでるっていう不思議な感覚だけど、うん、そのさっき言ったやっぱ包まれてるから、こう旨味も包まれてて、そう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 、すっごい美味しいです。はい、感動。ありがとうございます。ありがとうございます。俺昔から悩むところです。多分これ俺だけなんですけど、レモンっていつかけるの？これもうずっと悩むんですよ。だから最後に食べるっていうスタイルなんですよ。じゃあちょっとね、あのタルタルソースのね、はい、別の肉を器に入ってまして、これも自家製ですから、すごーい、うん、このまま食べたい、本当に食べたい、本当に食べたい、このまま。これ俺だけかな、俺これご飯にかけて食べてもいいと思うんですよ。そういう発想、いや発想はなかったけど、美味しそうだなって思いましたよ。うん、いや、うまいの、本当にうまい。あとパンに挟んで食べたりとか、そうはよくやってました。うん、はい、うわ、え、食べたい？食べたい。え、あ、違うか。本当にそのまま食べるやつじゃん。で、これ全部かけるかかけないかもいろいろあると思うんですけど、うん、まあ俺は全部かけます。うん、はい、うん。じゃあちょっとね。逆から切ってる俺、普段と。でも逆向けてたね。すいません。はい、ではね、こちらタルタルがついた。俺もちょっと変な
食べ方になってますけど、はい、タルタル付きいただきます。うん、不思議なもんで、優しくなる味が、タルタルをかけると、ダウンアクセントも変わるし、でもこれよ、これ、これよこれ、これこれ、この味、これはね、あの切って食べた方がいい絶対、その方が間違いなく分かる、ここでうんちくを言うよね、食べる？食べたい。じゃあ切っておくよ。切ってください。でかくね。え？これ一口でいくね。いきません。いかない？じゃあこっち俺触っちゃったから、ここに切りますね。はい。はい、今映ったから。はい、じゃあどうぞ。はい。はい、いただきます。はい。あ、もう一個切ろうか。はい、はい、はい。はい。ありがとうございます。はい、よいしょ。いただきます。おいしい。これ貼っちゃった。いやでも本当シンプルにね。うん、もう本当大好きで出ますよね。うんうん、本当にこうなんかタルタルのこのなんだろうと強くなるかなって思ったんですけど、本当優しくなりますね。不思議ですね。本当にそうなの。おいしい。そのバランスがだからもう本当にもう。俺がまだ10代の頃とかからあったものなので、そうだからすごい発想がね、すごいですよ、すごいよね、びっくりしすぎて固まこのまま固まってます私固まるのは時間を置いてピザだけにしとけ、噛んじゃったよ大事なところ噛むのはご飯だけにしときなさい、はい、はい、じゃあ食べようか、はい、食べましょう、はい、じゃあ食べましょう、みんなも一緒に、一緒には無理でしょ一緒に、そうですね、いただきますはい、こちらね、食べたね、食べましたね、全部食べたのね完食でーす、完食でーす、いや本当にね、あの全部こう実際に食べていただいて、味をみんなのね、あの感想いただきたいんですけど、やっぱりピザもそうだし、あのドレッシングとかもそうだけど、あの自家製だから、あのここで要は本当にね、あのこういう店舗店舗で味が違うので、ぜひ皆様群馬県富岡市にありますレストラン&スイーツのお店、Lさんへお立ち寄りいただければと思うんですが、できた時にね、あのおそらくまあ店内も改装が入っていたりとか、で、ね、この今こういった形ではなくなると思うんですけども、でも皆さんのね思い出が残るお店に変わると思いますので。ね、歌野さんの思い出のチームは、なりましたよ、無理やり言わせるっていう無理やりじゃなりました、本当に、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、で、あの本当にね、ここまあ、私、姉がね、姉がちょっと他界をしておりまして、で、姉と最後にご飯を食べに来たお店っていうのがエルなんですよ、家族で食べに来て、そう、ここのエルさんで最後にこうご飯食べてっていう、すごいね、こう、懐かしいというか、の場所なんですね。そう、それもあるし、あとは何ですか、20歳ぐらいの時に、はい、ちょっとこの店でいろいろとそれをみんなの想像に任せようかね、はい、わかりました、とか、いや、本当にね、地元に遊べるお店、こちらエルさんですね、はい、メニューはこっちだったね、はい、はい、こちらレストランエルさん、はい、皆さんね、来ていただいて実際に目で食事を、舌で味を、心で思い出を、そして歌メロメロあれ、メロメロになるような味のエルさんです、はい、ぜひね皆さん来てください、ハンバーグ&スイーツのお店、レストランエルさん。素敵な味と思い出をありがとうございました。ぜひ皆様も足を運んで、美味しい料理を食べてみてはいかがでしょうか。
ったね。うまかったよね。うまかったです。ね、でもあのマスターがすっごい優しくてね。で、あのね。何ですか？あのもしもしってするところ。テレフォンボックス。そう、テレフォンボックスのところにワンちゃんの写真とかいっぱいあるので、はい、動物好きの方はぜひね、そちらを見ていただくのもいいかなと思います。はい、そうですね。はい。可愛いお写真がいっぱいあったらね。私の写真もペタッと貼っとけばいい。そうだよ。かわいい。かわいいでしょって。いける。いけるいける。いけるいける。まあ、のんちゃんにはかなわないけどね。はーい。種類が違う。はい。ではね、次の場所を求めていくわけですけども。はい。意気込みをお願いします。意気込み。意気込み。私もわからないのに。頑張るぞー。頑張るぞ。頑張って食べるじゃん。すごい美味しいお店に行きますんでね。はい、意気込み頑張るぞーということで、じゃあ行こう。行きましょう。はい。はい、次回予告。次回は群馬県富岡市そぎ町にありますランランカフェさんでパンケーキとオムライスをいただいてまいりました。はい、ラックナビご視聴の皆様ありがとうございました。今日はね、歌メロさんと撮らせていただきました、はい。はい、ありがとうございました。呼んでいただいて。歌？それ私のセリフ。じゃあどうぞ。歌。ああ。いいと思った方は、はい、もう一回。歌。歌。メロメロって思いながら、はい、言いながら、はい、チャンネル登録とグッドボタン。そう、グッとやっちゃったね。グッとやっお願いします。お願いします。